皆さんこんにちはこんにちは。表現者クライテル編集長京都大学の藤井聡ですアシスタントの吉田奈央です本日も KBS 京都ラジオスタジオから選手に引き続いて川端雄一郎先生に京都大学の准教授表現者クライテル編集員の川端雄一郎さんにお越しいただいてお,お,お届けしております、はい この番組は毎週月曜日、夜9時30分から放送している番組で、今のアルガママをたっぷりとお届けしています。チャンネル登録もよろしくお願いします。はい、ぜひ、もうまだまだ少ないので、これ、はい、チャンネル登録本当お願いしますね。はい、拡散してください。ね、お願いします。はい。でね。 今回、また川端さんに来ていただいてお話ししようと思ってるのが、やはりこのクライテリオンの最新号、第三次世界大戦と戦後新秩序っていう問題なんですけど、この第三次世界大戦というのは、なんで起こってるかっていったら、まあ、簡単に言うと、民族同士が対立しとるんですよ、NATO、アメリカ、アングロサクソン、白人民族とロシア民族、中国民族が戦っとるわけでしょ。でその中で日本 民族どなすんねんそういう捉え方が必要なんちゃうかということもここで論じてるわけですよ。うんね、さんいかかがですかそのあたりいやまさにそういうことで、うん、でも今民族って言葉はねぜめっちゃ流行らないじゃないですか全然 <laughs> ら,らない。しかもこれは学者の中でもいや今は民族の時代じゃないんだっていうそっちの方がまあなんか普通ですから、うん、でもね、うん、こ,のこれからこの危機の時代になるにつれて民族っていうものがどん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 重要になってくると<う>まあ僕 とかこの雑誌の関係者は思ってるんで、ぜひ、うん、今こそっていう感じでね、これ、考えてみたら当たり前で、ウクライナの戦争っていうのは、ロシア民族の。 ロシア民族としての考えに基づいてやっとるわけで、うん、世界人類兄弟と思ってやっとるわけじゃないですからね、はいで、中国が台湾行ったろうと思ってるのも、中国人が人類皆兄弟とかじゃなくて、中国中のはこういう民族やと、で台湾は中国のものに決まっとるやないかという、民族の意識で動いてるわけだから、うん、このね、民族というのをね、嫌ってるという限りにおいて、日本はこの危機を乗り越える確率はゼロですね、うん、民族をもっと、ね、正面から捉えなあかんと。 まあそういうのをねここでは取り上げているところですのでう、はい、民族についていろんなところからあの途中で川端さんがどんなカラオケ好きなのかっていうのも聞けますから <laughs> ああ <laughs> ぜひ最後までじっくり聞いていただけると嬉しいなと思いますよろしくお願いします民族はすでにあるものでなく育てるもの週刊クライテリオン藤井聡のアルガママラジオこの番組は京都大学教授雑誌表現者クライテリオンの 藤井聡編集長が編集長の立場から、日本のあらゆる問題を評論する番組です。こんばんは、表現者クライテリオン編集長、京都大学の藤井聡です。こんばんは、アシスタントの吉田直です。前回ね、はい、東大の川端准教授、川端先生にお越しいただいて。はい、あの、このクライテリオンの編集員でもあられるので。世界第三次世界大戦と戦後新秩序の川端さんのね、書かれた原稿。まあ、自給自足に関わる、まあ、国土計画の。 話でしたけど、の話伺いましたけど、今週もさらにまたあの川端さんにいろいろとお話を伺いしたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。今日はどんなお話ですか。今日はね、今日もちょっとそのこのまあ雑誌とね、今回出したあの最新号に関わらせてふと思ったんですけど、あの小畑さんね、我々あのあの今度えっと日本最高大賞ですかね、受賞されたえっと小畑さんの今回新連載が始まってるんですよ。今回からでこれがまあ彼がその 日本の戦機もの つまり第二次世界大戦の時の戦争の記録、ね、実際に従軍した兵隊さんたちとか書いてる記録ものがあるんですけど、その戦記物の,の中からいいものを選んで、それを論じてくれるっていう、めちゃくちゃ面白いあい連載なんで、これをぜひ読んでいただきたいなと、読者の方に対して思ってるんですけど、うん、その野幡さんの今回の1回目のタイトルが、民族の教科書っていうタイトルなんですね、これ、僕、なかなか、いや、いいタイトルだなと思ってね、つまり、民族には教科書があるんだと。ああのちょっと僕の解 入りますけどね。その民族っていうと、なんかこう、もともと日本人って。 いるやんみたいな。で、日本民族ってなんかあるんやろと、日本語しゃべっててあの、縄文時代からこの辺におってっていうね。まあ、<も>言うてみたら、エゾジカがこういう生態だとか、例えばね、ヒョンザルはこんなんですみたいな感じで、<ー>日本人っていう生物種が自然にあるみたいなイメージがあると。ですよね、でもやっぱり民族って、ちゃんとね、自分らはどんな民族なのかっていうことを繰り返し繰り返し確認して、歴史から学ぶ、教わるっていうようなこと。 やらないと多分ね 結構簡単になくなくるんだと思ううんんでですすよねねそう、ええ途絶えるってなそうだからやっぱりまあ教科書だけが問題なわけじゃないんですけど民族っていうのはきちんと我々れれが自覚をした上で、うん、僕たちはこういう民族なんだとかこういう民族でありたいとか、うん、そういう意思を持って育てていかないと、うん、日本人日本民族っていうものはなくなってしまいますよっていう意識を込めて、まあ、それ実はこの今回のね第三次世界大戦とその後の新秩序っていう こう長い目で今後見る上でも、そういう観点は絶対必要だなと特に今回、第3次世界大戦でもコアの現象の1個がウクライナとロシアの戦争になってるけれども、うん、まあ,あれっていうのは、ロシアから攻めたわけだけど、その理由というのが、ロシア人とはなんなのか。 ということをロシア人がずっと考えてて、お結局ロシアがなんで戦ってんのかっていうのは、これロシア人がロシア人をどう思ってるか、ロシア民族なるものが仮にあるとしたら、それ一体何なのかをめぐる、アイデンティティをめぐる闘争に。 なっててそれでウクライナっていうものとロシアというものとがある種兄弟であるというところが、まあ、今回の戦争を生んだ重要な文脈になってるっていうことがね、まあ、この第三次世界大戦のベースになってるから、まあ、そういう意味でもね、あのー、今のこの第三次世界大戦を考える上でもこの民族の在り方ってすごく大事なんですよね。そうですねあの今回ねそういえば今回の雑誌で、えー、と書評を書いてもらった岡村さんという人がいるんですが、うん、その人がえっ、ー、とね ガリツヤヤのユダ人っていうですねこれはウクライナの西の方、ガリツヤって地方があるんですけど、そこで暮らしてきたユダヤ人の歴史を書いた本があって、それの書評が載ってますんで、ぜひそれも読みいただければなと思うんですが。やばいやつっていう。やばいところもあるんですけど、さっき藤井先生が言われたのは、それはロシア側から見たロシアの民族観っていうのがあって、やっぱりウクライナ側から見たウクライナの民族っていうのもあって、これは要はね、今回の戦争はずっと長いこと競合している、ウクライナはウクライナ人 の国家なのかとかそれそれ、それがロシアの一部なのかみたいな、ずっとそういうなんか揉め事っていうかね、問題意識って、もうそれこそ短く見ても100年とかっていう単位で、ずっとあって、それが現代にまあ紛失してるっていう感じなんで、だから民族問題っていうのを抜きにしては、そ<う>戦争って絶対語れないはずなんですよね。そううん、そうなんか単一民族って言われているので、日本は。なんか民族とは何かについて語る傾向が非常に低いんだけど、改めて考えないと、日本はこの第3次世界大戦の荒波を乗り越えること ことはできないだろうと。まあ、そんな思いもあって、今日は、うん。川端さんに民族。はすでにあるものでなく、育てるもんなんだっていう。ところをですね。はい、しっかりお伺いしたいなと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ますキューバー、今の日本がよくわかる三十分、午後十時まで、お付き合いください。さあ、お送りしています。週刊クライテリオン。藤井聡の、アルガママラジオ。今日のテーマは。民族は。すでにあるものではなく。育てるもの。うん。 これねあの、民族っていうと、さっき言ったようにこう、ニホンザルだとかエゾジカの集団みたいなもので、もうすでに内在的に、遺伝的に、なんかの風習があるかのようなものとして、うん、日本人は捉えてるということだけど、まあ、今回の川端さんの主張は、育てるものやと、意図、うん、を介在させることで、どんどん変わっていくんやということで、でね、でこれ、民族っていうと分かりにくいけれども、国づくりっていうと、すごく。 わかりやすいいいよね国は作っていくっててくうそういう意味でこの岩城さんのね今回その国づくりの自由を求めてっていうのをこれあの柴山さんのお学生さんやったのかなそうです、ね、博士課程の学生さんで彼がまとめた記事ですけど<ー>やっぱりこうこういう国を作るんやってってこう意図をして国を作っていくわけじゃないですか国づくりって。で実は民族っていうのもそういう側面が あるんよね、日本人っていうのは、そもそもこんな民族なんやと、うそういう理想に近づいていくっていう努力があって、それは理想の自分を求めるのと似たような話。 なんやっちゅうのをね我々知っとかなあかんっていうことなんやと思うよねそうねそです、ねうん、あの例えばね今回ロシアとウクライナで戦争が始まってから知ったんですけどあるまあロシア思想の研究者の人が言ってて面白いなって思ったんですけどあのロシアには柳田邦夫のような学者がいないっていう言い方をしていてただちょっとまあ聞いてる人柳田邦夫が何者かよくわからない人も多いと思うんですけど柳田邦夫って日本の東北とかの山奥で語り継がれてる民話とかをたくさんまあ集めてきてね 19世紀くらいかでその日本いわば日本民族の。 精神の、まあうん、古古い層われわれの,このなんか心の根っこはどこにあるんだっていうことを、うんはい、いろんな説話とか民話を探してきてそれを本に書くことによってあの確認していたってそういう人なんですけど、まあ、いわゆる民族学民族学この場合の民族はあの人命の族で書かれるんでちょっと意味合いが違うんですけどロシアにはそういう人がいないって話があって、うん、なるほどって思ったんですねどういうことかっていうと例えばねあの例えば僕ら日本人って、はい あの僕大阪で育ちましたあの1歳から大阪にずっといたんで基本的に都会育ちなんですけどでもそういう人でも日本の田舎の,あの田んぼとか 山とか川とかを見に行くと、うん、なんとなくここが自分たちのふるさとのような感じがするんですよねしますよねはいはいわ、はい、かりますでその感覚これってめっちゃ不思議な現象で、うん、僕が慣れ親しんでるのは日本の都会なんですよ都会なんだけどでも多分僕以外の都会の人もみんなそうみんなそうで田舎の方に 俺たちの心の心故郷があるるっってて絶対みんな思ってるんなですよ、ね、でこれはすごく、あのー、不思議なことでねでそれなんでそれが可能になるかそういうイメージ持ってるかっていうと、まあ、例えば漫画「日本昔話」とかねあ<ー>あいうああいうものを通じて自分たちのなんかこう共通のふるさとみたいなものを我々結構ねそういう物語を通じてあの一種の幻想としてこう実は形作ってきた一種のフィクションなんですよね。でも もうこのフィクションなしには僕らは生きていけないしそれはフィクションだからといってそ,そんな俺はだって都会の人間であって田舎で暮らしたことないからって思わないですもんも僕はそのフィクションとともに日本で生きていきたいと思うんですけどこれがまさにその自分たちの民族意識の作られ方のあと分かりやすい例でロシアにはそういう伝統は実はねあんまりあのな,んかないらしくてそういう比較そういうのがあんまりないらしいんですよねあの田舎がふるさとみたいな感覚はないらしくてそこが日本と全然違うなとまあやっぱり 豊かなんでしょうね日本の田舎は。そうでしょうね森と岩清水田園、うん、やっぱロシアはシベリアのツンドラはなかなかしんどいよね,ね、うん、気候が厳しすぎて、うん、愛するにはちょっとっ <laughs> 氷の悪魔ぐらいしか出てけんような感じがそう,でそういうふうになんかこうか自分たちがどっからやってきたのかっていうことも語るっていうことはすごくまあ大事でね、うんうん、で今回この 第三次世界大戦と戦と後秩序っていいうまあテーマじゃないですかでこのテーマで少し思い出すのはあの冷戦の後の話ですね、うん、冷戦がまあ90年代の初めに冷戦崩壊してソ連とアメリカがこう対立していって世界が二分された時代が終わったわけですよであの時にあの論争があってね特にアメリカの国際政治学者の間では論争があって一人は「 フランシス・福山っていう人がいて、福山さんは、これでもう世界は自由民主主義が勝って終わるんだと。で、それまう、まアメリカ風の自由民主主義が世界を統一し、まあ、ちょっと、あの、そこまで言ってないですけど、大雑把に言うとね、あの、これでもうアメリカ勝ち。これが世界のルールになりますっていうふうにまあ言ったんですけど、それに対して、サミュル・ハンチントンっていう人は、甘いなと。 この大国と大国の力争いの時代が終わったら次に来るのは各民族がそれぞれの民族の自覚に目覚めてお互いに対立し合う時代がこれから来るだろうっていうそういう長期予測を立てて文明の衝突とかですねで結果的にそっちの予想が明らかに当たってるんですよねだから世界秩序が大きく変わるときにどういう方向に向かっていくんですかって考えたときにやっぱり各国の人が自分たちのその民族性の自覚にね を持つなんか民族に目覚めていくっていう時代が、うん、な長い流れで言えば、ずーっと来てるっていう風に考えた方がよくて、だから、多分中国がものすごい勢いで発展してるのにも、うんうん、それね、多分並平行して起きてると思うんで、う、す、ん、の、うん 4000年の歴史を持つあの立派な民族としての自覚に目覚めながら、今、台頭してきてるっていうことは絶対起きてるんで、うん、これあの、今回のた関東ね、第3次大戦の中心プレイヤーで中国じゃないですか、はい、で新秩序は明らかに中国の論理が世界にある種、普遍するというかね、うん、中国の論理に基づいてえ、かなり影響を与えながら、世界の新秩序が21世紀中盤から22世紀にかけて出来上がると想定されるので、関東座談はもう日本の中国史、中国の歴史の 最高権威と申し上げていい岡本隆先生に来ていただいて、まあ、座談会をやったんですけどねで彼から何度もお話我々聞いてるんだけど彼が言ってるのは要はね中国には中国の夢っていうのがまあ,あって、まあ、これはまあ一般的によく言われることなんだけどこれはあのあの新帝国があったでしょうそのン 清との,、はい、の時代すごく強かったんだけどアヘン戦争やなんやらでそこか弱体化してそれで挙句の果てに日本軍にもすごいなんかめちゃめちゃされてでもう世界の大国とは言えないようなところに、まあ、なってしまったとだけどもう一度秦のようなああいう帝国を作り上げるんだという夢が。 はい、あるのよだから彼らは中国とは何かっていうとあの秦王朝とかあの隋とか漢とかあの隋とか唐とかというものも含めてあの帝国を作るんだということを自分たちの民族だと思って国づくりののベースにしてるのよねだからそう読み解くと結局その中国のその民族ある種民族意識がねだっ,だって。 こ民族意識としか、あの、イマジナリーな空想的な民族意識で、だって、中国共産党と真関係ないし。 かもうだってぜっていうか、うん「国民党なんちゃうんかお前」みたいな話があってもいいぐらいだからうんだからこれ単なるイマジナリーな空想的なものなんだけどその空想に基づいて民族というものを作ってそれで実際に世界が100年200年の間で動こうとしてるっていうのがうこの岡本先生のね話からこう見えてくるなと思いましたね。うそ,うですいやその話すごい面白くてね、うん、その普通は,普通はその政治学学ととか社会科学全般で言うと 帝国主義っていうものと、 民族主義っていうものは違うううっってていいううに一応教わるんですよ民族主義っていうのは自分のまあ言語とか宗教とか人種とかそういう古くから背負ってるものに基づくいわばまあ小さいねあのアイデンティティっていうか自覚ですけど帝国っていうのはその帝国の中にいろんなものが含まれるまあ例えばロシア帝国であれば百何十の民族がいるとかそういうものを帝国って呼ぶんで民族を超えたあの大きなある種メカニカルな力でよって その統一されるものが帝国ってイメージなんですけど、うんうん、多分ね、そんなに、ね、きっちり分けることもできなくて、うん、やっぱりロシア人とか、中国人とか、それからまあ今の,その中東の人にオスマン帝国のイメージがあるかどうかわからないですけど、うんうん、トルコ人にもね、わ、うん、からないですけど、でもああいうその19世紀まで続いていた巨大帝国の時代の記憶っていうのは、僕は、ね、蘇ってくる可能性あると思うんですよね、アングロサクソンのイランだって、だからペルシャ帝国が出てるわけだから。ええ、結局ねその,あの のサイと同一っていう風な原理があの人類の中にはあって、えー、と細かく見たらだから京都もなん。 その京都市と京都市以外の京都府見てた京都市だと思うけども京都市見てみたらいや田野路と田野の路の外っちゅうのがあって、えー、でで,でも田野路の中でもいや,やっぱり、あのー、丸太町より南はとか北はとか、まあ、言い出したら差があるわけで、はい、だから、うん、あるスケールから見たらあるものは一緒だけどまた別のスケールから見たらあるものは違うってなるから民族と帝国っていうのもそういう傾向があって世界全体で動いていくとき にはかつての帝国というのは。 いわゆる民族のような位置づけになるんだ、うん、とそうです、ね、思うのよねこのだから帝国主義と民族主義は実は張り合わせっていう風うに考えることが多分これからのね第三次の時代を考える上で僕は結構重要なんじゃないかなと思ってますねこれ社会科学的に新しい理論の展展開になってくるよね,ね、うん、じゃあこのねあのー、この民族を考えるときに今日はね、えー、これあなるほどこの曲川端さん選びましたかと思った曲だったんですけど、えー、ぜひご紹介を、えーえー、ザ・フォーク・クルセダーズで イムジンガはクルセダーズっていうのが海外におるんよなあそうなんですか確か<ー>いたんだと思うそれをあれなんでフォークでやってるよみたいなえドリフターズもアメリカにドリフターズっていうのはいたんですよ、ね、ああそうやな、うん、そうやなこれ 何だな何、誰かがこれ歌うと出たって言ってて、紹介してたんやな。あ、ではこれはその、あ,あの後であの説明しますけど、うん、今回手表を書いてくれてる小立さんが、カラオケです。うん、あの、1曲目で歌ってて、それを感動して、うん、そ,れそれを言ってたな、<laughs> まあ、しょうがない話なんですけど。<laughs> い,やいやそれを、な、なんか、なんかいつは聞いたなと思って一応あの、雑誌がらにの曲っていうことで。いう <laughs> が,がね。まあ、僕もカラオケでね、たまに歌うぐらいだったんですけど、うん、まあ、ちょっと民族問題って意味ではね。 なんか身近な日本には民族問題ないからあんまり、うん、これ朝鮮半島の話の方がリアリティあるかなと。うん さっき聞いてたその、パッチギンでこの歌歌われますけど、それに出てくるラジオ曲は KBS 京都らしくて。あ、そうなんや。KBS の超ゆかりの曲らしいんですよ。あ、そうこれだから、その、なんかイムジンあって、当時発禁になったんですよね、北朝鮮との関係が。朝鮮統一しようみたいな感じじゃないですか。だから、発禁になったんですけど、その時も KBS だけがずっと流し続けてる。えそういうです。そういうの新鮮。新鮮 KBS。ゆかりの曲。で、クルセラーズ自体もなんか京都のバンドだったらしくて、もともと本あ、にあの、なんかアマチュア時代よね。だから それ知らなくて選んだんですけど、<ー> <laughs> 実は超ゆかりのバンドだった、ね、それもちょっと紹介していとだいて、<ょ>ぜ紹介しようと思だって、この人は60年代とかでしょそうですね、六<れ>0年代もおったんかもしれんけど、メジンガー自体何年かななるほど、これ、北朝鮮政府の公式ソングなんですね、もともとは。 あ、そう北朝鮮の、なんかお、朝鮮音楽家同盟っていう機関誌が、うん、あの、楽譜と歌詞を載せたのが元な、もともと、それが1957年で、<ー>だからまさに、あの、朝鮮民主主義人民共和国の、あ,<ー>あの、よし、俺たちはこの南朝鮮を統一するぞっていう、そういう、んですね。あ、それははっきりになるわな。でも、でもやっぱり語り継がれるのは、うん、なんか普遍性があるからですよ。 誰が祖国を二つに分けてしまったかってことですね<ー>ザ・フォーク・クルセダーズでイム・ジンガはお届けしました、うんうん、古い曲やねそうですねもともとは六十年前後ぐらいに作られた曲ですけれども、ねうん、まあ僕もね昔から一応知ってはいたんですけど、うんうん やっぱり日本人が民族問題っていうのを考えようと思ったときに、国内にはあんまり民族問題って明確には存在しないじゃないですか、大きなものがないから分かりにくくて、でこのやっぱり朝鮮半島の話っていうのは、僕はすごいあの、まあ、分かりやすいし、特に僕、大阪で育ったんで、大阪在日の人も多いですからね。で今回ここののの曲を選んだのもこの 雑誌ととちょっと関係してて、はい、今回あの書評を書いてくださっているあの小立蓮さんっていう方がおられるんですけれどもこの方小畑勇さんの,あの同級生でもあるんですがこの間ねちょっとしょうもない話ですけど。 この間もあの半年ぐらい前ですけど小畑さんとその小立さんと僕とあと表現者塾の塾生の与那ハさんって人いるんですけど4人で明け方にカラオケに行きまして、うん、でそのカラオケで小立さんが1曲目に歌ったのがこの「イムジンガーだったんですよ。<laughs> えー、でそれでねこれが面白くて僕ねイムジンガー好きなんですよ。で1曲目「イムジンガーっていう選曲のセンスが僕ね感動してしまって、うんまあ、そうそういう選曲を求めてたんだよっていうなんかねそのカラオケってこういうもんなんだって言いたくなったところがあってこれねもともとは「イムジンガーって どっちかっていうと左派の,その保守派じゃなくて左翼側の人たちの、うん 歌のはずなんもともとこれあの要は北朝鮮が国のいわ公式ソングとして出したのが50年代の末ぐらいに、えー、それが始まりで、まあ、日本でも一時期この発禁になってたんで、うん、放送できない時期があったんで、うん、まさにその北朝鮮側の、ね、やつだから日本の保守派でねあの一応表現者食らえてるんって保守派の集まりで歌うような歌じゃないと思うんですけど、うん、僕はねやっぱこのセンスだよなって思うんですよね。うん、そのどういういい歌かかっっていうとと、まあ、お聞きになったら分かると思まますがつまりその朝鮮半 もともといろいろ民族的な,なんかその多様性もあるのかもしれないですけど、同じ朝鮮語を話す人たちがその大国の都合によってね、38路線で国境が引かれて、2つに分かれてしまうっていうことがいかに悲しいことかっていうことを歌った曲で、これはわれわれ経験してないからわからない、実は経験してなくもないです沖縄ですよ、沖縄。でもね、日本人は戦後、沖縄がね、そのアメリカに取られて、しばらく帰ってこなかったことを実はあんまり気にかけてなかったんですよね。 講和、えー、条約で独立たって言って喜んでたわけだからあの時沖縄は帰ってこなかったんだから実は民族が分断されてしまった、えー、そうなんですよねこれが沖縄問題の一番の本質になってるっていう本来は我々も「イムジンガー」みたいな曲を歌わないといけなかったんですよ,そうなのよねこれはねそれが我々にはなくてやっぱり朝鮮半島にあるということで、うん。うん でこの曲は「あのパッチギ」っていう映画の中でも、まあ、取り上げられてて、すごく関西ではね、馴染みのある曲ですけど、今日ちょっとこのラジオ局に来て、聞いて、あの恥ずかしながら知らなかったんですが、うん、KBS 京都のものすごいゆかりの曲みたいで、うんうん、さっき言ったように、60年代にこの、まあ、だって北朝鮮公式ソングですから、うん <laughs> あの、日本では放送禁止だったんですけど、KBS 京都の,あの、まあ、どんなたか、ディレクターなんですかね、うん、その偉い方が断固として流し続けたっていうね、うん、<laughs> 歴史があって。 だからすごい k. B. S. 京都の曲みたいなもんですよ。うん、で、りがあるそうで、このまあ日本でそれを日本語にしてし、あの発売した。ザフォーククルセダーズっていうのも、もともとは京都出身のバンドらしく、ね、それも今日知ったんですけどね。うん、<laughs> えー、でやっぱりね、まあこれちょっとかん。 地域によってね、その九州とか関西の人は、あのまあ、僕も小学校の頃はクラスにやっぱり1人2人は、小中高っていうのね、うん、在日の人っているもんなんですよね。同級生があの実家が焼肉屋でとかね、そあのまあ、すごい、それちょっと、うん、ステレオタイプ的な言い方ですけど、本当にいたんですよ、お父さん焼肉屋やってる在日の友達っていたんで。うんうん、だからそれが関西では普通なんで、そういうね、なんか。 朝鮮と日本の民族の違いとか朝鮮でも韓国との間でその一つの民族が分かれちゃった悲しみとかそういうことを昔から聞いて育つんで結構心にしみる曲ではあると、うん、で、うん、多分、まあ、日本人って幸いにしてそういうねその民族問題っていうものをあんまり考えずに暮らしてこれた時代が、ね、まあ長いわけですよ、うんね、日本はとにかくね、うん、でもそれこそ,その台湾とか韓国とかが大日本帝国なってそうですね 時はまあ民族問題明確に存在していたわけだけどうーん戦後まあ国境がこうなってかろうじて琉球かつて琉球と言われた沖縄が一緒なだけででもそれはもうほぼほぼ同じ文化だということで。 なんだけどで本州の人間沖縄のことなんか同じやみたいな,なんか楽しそうな観光地みたいに思ってるだけだけど、うん、あのクライテリオンでもね沖縄特集やった時に沖縄でいと議論しましたけど沖縄側から見てると相当異質なものに見えるね特にそのんちゅ要するにこう本州ね、はい、大和奈良京都っていうのはすっごい質なものだと沖縄から見たら思うから,、うん、から彼らがそのある種の民族意識 的なものの沖縄はは持っていいるといううすすごく僕は感じましたね、うん、あそうです確かに、まあ、琉球のね民族意識っていうのももちろんあるでしょうね。まあ、そういうことを確認するのも大事だと思います、ね、そ,そこをねちゃんとね考えていくことで実は今日本の、まあ、ある種の問題の根幹が沖縄にあるわけだから、うん、地政学的にも。うん、でその問題っていうのはこの民族の問題の統一というのを真面目に向き合えばいろいろと前に進むんじゃないかなと。 いううふにだって、例えば中国が台湾に侵攻するかもしれないってことも、中国側のロジックで言えば、いやもともと一緒やからと、我々あのうちら、うちら兄弟ですねっていう話で、それでいくわけでしょ、でもやっぱり台湾の中には、台湾人としてのアイデンティティっていうものもあって、どれがどのぐらい正解かっていうのは、一口にね、結論は導き出せないんですけど、琉球の問題だってそうだと思うんですけど、でもいかにその民族性っていうのが、 ずっとね歴史を通じてずっと問題になり続けているかと同時にやっぱり今日のテーマであるその琉球の問題でも台湾人の問題でもそれから日本民族とは何ぞやって問題でもやっぱね自然に決まるもんじゃないところが相当あるんですよ、ね。戦前の日本人ってあの例えば第一次世界大戦と第二次世界大戦の間の時期には実は大東亜共栄圏で台湾とか朝鮮とかを、まあ、日本の植民地にしてそれは良くないことだった面もありますけど。 要は明らかにその大和の人ではない人たちと同じ国を作ることになったんで、うん、その時に結構日本人は日本民族ってて何なんんいうことを考え直したんですよ、うん、でそれいろんなこじれこじらせ方をしたんであんまりうまく整理はつかなかったんですけどでも結構真剣にねやっぱり日本精神でいくんだっていう人もいればいや違うだろうと朝鮮とかその台湾っていうのもいろいろ元をたどれば結構似てるじゃないかということでその 結構多民族を含んだ日本人っていう日本人像を作ろうとした学者とかあのあの、まあ、思想家とかも昔はいたんですよね。うん、でどれが正解かってなかなかわからないんだけどそういう努力をずっとしてるってことですよ,そうよね。まあ、そんな努力をするたためににもぜひたまにはイムジンガーではそろそろ終わりの時間が近づいてまいりましたが今夜は「 京都大学准教授そして表現者クライテリオンの編集委員であります川端先生にゲストにお越しいただきました、うん、はいもう先週と今週にわたってね、はい、2>, 2回お話をお聞きしましたけど、まあっという間でしたねね本当にやっぱりこの新しいクライテリオンのね、うん、第3次世界大戦の特集やっぱり世界大戦ですから、はい、いろんなものが含まれてますからそれも純粋に軍事的な問題から民族の話から自給自足だとか経済の話も全部含んでますからほら やっぱりねずっと論じてがなあかんなと改めて思いましたねいやでもねこの「民族」っていう言葉がねあんまり今世間受けしないんですよね世間受けしないあのー、だからあかんものみたいなあかんもんやし、はい、古いし何かいまいちで、うん、例えば我々の雑誌であのー 皇室特集やったじゃないですか皇室もねやっぱり天皇とは何ぞやっていうのは日本民族ってどんな民族なんてことを考えるときに明らかに絶対欠かせない話ではあるはずなのに全然売れなかったみたいですね販売がねだからなかなかねこの民族民族的自覚があったかっていうとねちょっとそうなのよね まあこの古いものにもね、うん、ぜひ、ええもんがありますから、はい、まあそんな視点で、こう、かくクライテリオンを読んでいただけると嬉しいですね、いろんな方。はい、はい。ぜひ表現者クライテリオン最新号とただいま発売しております。うん、第三次世界大戦と新秩序、台湾・ウクライナ情勢の中長期展望、こちらをテーマにしてお届けしておりますので、チェックよろしくお願いいたします。ホームページでは1割お得な定期購読もご利用いただけます。また番組では、藤井編集長への質問やご意見お待ちしております。 メールアドレスは藤井アットマーク kbs ドット京都です。よろしくお願いいたします。それでは編集長、そしてカ川ダさん、今夜もありがとうございました。どうもありがとうございました。またね、ちょこちょこ遊びに来てもらえたら嬉しいなと思います。いますこれからもどうぞよろしく,ろしくお願いします。それではまた来週。月曜午後9時半まで皆さんさようなら。